カベリーの柏木秀幸と申します。皆さん学会楽しみにしていると思いますけども、いよいよ明日からです。私のおすすめセッションですけども、専門医関連はですね、今年は結構皆さん注目されていると思います。制度変更と、あと私が担当しております委員会では、ファカルティディベロップメントですね、指導医、良い指導医になるために学会として支援していきたいというセッションがありますので、ぜひ皆さんご参加ください。よろしくお願いします。はい、筑波大学の浜野です。今日は久しぶりに神戸に来れました。暑いですけども、皆さんの顔を見て元気出てきました。おすすめセッションは、金曜日、30日ですね、夕方にございます将来構想委員会で企画している、日本緩和医療学会がこれから、5年間何をすべきかというセッションがございまして、いろいろな視点から今後の学会の運営を検討していく時間になりますので、ぜひよかったらご参加ください。お待ちしております。橋口と申します。久々の現地開催というか、皆さんが集まっての現地開催なので非常に楽しみに来ました。準備状況といたしましてはですね、私が関わっている委員会の企画やなんかもございまして、今度専門医の制度がやっぱ大きく変わりますので、その辺のプレゼンテーションをうまくできればなと思いながら準備をしました。ぜひ認定医専門医を目指している方は聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。看護師の理事をしております林恵理子と申します。私のおすすめのセッションはですね、ちょうど関本さんがいらっしゃるんですけれども、苦痛のケアをいつまで続けるかというセッションなんですけれども、1日目の時間は何時だったかしら、夕方のセッションなんですけれども、本当に皆さん臨床で悩まれている事例を用いて話す予定でおります。もう1個あるんですけれども、2日目の、7月1日の午前中に、看護師の皆さんいろいろ悩んでいらっしゃいますよね。私もね、本当ここまで来るのにですね、いろいろと今も悩んでますよ。自分のキャリアをどうしようかなとか、どうやって患者さんや、もう家族の方にケアをね、いいケアを届けるかっていうことで悩んでいます。そういった悩みを相談できる場というのを今回作りました。看護師だけの、ブースなんですけれども、田村さんが相談に応じてくれます。岡山さんが相談に応じてくれます。老年の西山さんが相談に応じてくれます。あと私もちょっと密かに相談に乗らせていただきますというか、いろいろね、交流しながらみんな思ってることを話せればいいなと思っています。そこが私の二推しです。理事で薬剤師の伊勢と言います。いつも大変お世話になっております。自分はですね、座長としては研究のセッションがありますので、どういうふうに過研究を取りに来るのかとか、そういうセッションをやっておりますので、ぜひそのセッションに行っていただいて、どんどん研究を発展できるようにしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。おすすめセッションは、私が今回4スライド2ポスターであちこちで登場しますので、ぜひ来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。どんなネタですか？どんなネタ、まずですね、明日は診療報酬改定に取り組んでいる、そのどうやって臨床の現場の声を診療報酬に反映するかというセッション、はい、それから、すいません、私優秀演題いただいて、優秀演題で、QOL の尺度の開発を国内でどういうふうに展開するかということを発表します。それから、その次何だったっけな、医療安全だ、医療安全でオピオイドを臨床の現場でどういうふうに、気をつけて使うか、特に高齢者においてどうするかというふうなお話をします。それから最後に、座長ですね、座長で綾世代の取り組みについてのセッションをまとめます。これが第1日目。それからあと2日目に腹水についてのパネルディスカッションに登壇します。はい、そちらで今の日本の腹水の現状、それからこれから我々がどういうふうに進むべきかというところをディスカッションする予定です。ぜひ来ていただければと思います。